押すのが快感でなんかね、そういうの、あの、龍座学園の方でさあ、それこそここだけの話で言ったんだけど、結構日本の有名な監督が、そのチームの中心選手にね、J リーグで、お前は俺が来る前に、来る前の監督が連れてきた人が使わないって面と向かって言うみたいなとかさ。で、今日レント、話したのは、ペップも就任した時にロッカールームで、うちのサッカーに9番いらないからって言って、いや、えといんのにみたいな。最初は9番的なシステム使ったら、メッシ、最初から中国じゃなかった。 それ本当なのかなみたいな。で僕自分が監督の立場だとできるだけみんなにモチベーション高く戦力になってほしいから言わない方が得だし言う必要ないしみたいな感じなんだよね何なんだろうね言っちゃうかでその今言った J リーグでその言っちゃってた監督さんはちゃんと無能認定されてるというかあの人ダメだよねって言われてるようなタイプの監督さんなんですよ自己顕力がエグいですそれやった方がコントロールしやすいんですいや正直全然わかんないみんなに逆に今の話聞いてメリット教えてほしいんだよね お前前の監督連れてきた選手が使わないよっつって。ょうそれでも使われるように頑張ってやるとはならないっていうハ <laughs> ンクブーブーさんのネタの。弟子取らないんじゃなくて、取れないんじゃないですかって弟子がボケて言って。何じゃ、弟子を取ってやるとはならない。メリットないよね。おしさんも本人には伝えてたらしい、それと話が。それってさ、うちのチームでこのサッカーだと戦力慣れないからって早めに移籍先探してあげるみたいなやつでしょそんな、なんかその、 お前の監督のだから使わないっていうのはさ、嫌な、ね、気しかしない。うん、そうなの。メディアにも不仲か,かみたいなネガティブな報道出るメリットない。うん、そうなの。で、それがさ、1対1の関係じゃないから、そのせ、だ俺はその直接選手じゃなくて、言われた選手からまた聞きで内側の人から聞いたから、結局中で不協和音ってか、あいつねえよなってなってんだよね。編集メニュー本当にこれでいいのかって直前まで迷って京都の調査に行ってたんですが、りさんもそういう迷いあったりするんですか迷う時ときと、迷わないときありますね。うん。 あと、うちの場合は、あの選手急に来なくなったとか、あの選手来れるとか、<laughs> なんかそういうのとか、<laughs> 急に怪我したとか、そういうので変わるみたいなのあるけどね。驚きの監督楽しみですね。こう、リズムでサッカーやってる感じがね、随所に見られますからね。<laughs> 使わないことをゆっくり明確にしてしまう、その心理戦に神経質に減らすぐらいなら、早めに明確にするとかなんですかね。それも突っ込みどころあります。う 一応その内側の人に聞いた話だと、まあ、ナルシズムが出てるっていう話になってるんですけどえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうではソフトボールでしたバイバイ